さあ始まりました、堺市のすごいものにロックオン、スゴロックでございます。我々はですね、福井県住吉芸人カリマンタンの相田隼人と、はい、福井県住吉芸人カリマンタンの高橋睦夫です。いきますよ、カニピース出ました、ありがとうございます。出ました、ありがとうございます。カニピース、ありがとうございます。はい、今回もですね、堺市のすごいものに、録音していくということで、今回は春江町に来ております。はい、はい、でも春江町のですね、こちらでございます。そうですね、黒川クリーニングさんでございますよ。はい、ご存知ですか、黒川クリーニングさん。もちろんもちろん、もう、うちの親は、クリーニングって言わない、プロカー持ってくからっていう。なるほどね、そう、もうクリーニング屋さんイコールクロカーさん。うちの家ではね、うちの家では、ね、はい、いや、もしかしたらもう福井のね、皆さんそうかもしれないですけど、で今日はね、でもこのクロカークリーニングさんにいろいろとね、はい、ちょっとお話聞いていきたいと思います。そうですね、ということで今回はクロカークリーニングにロックオン。それではですね、早速黒川社長にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、早速なんですけれども、はい、こちらの黒川クリーニングさんの歴史をちょっとお聞きしたいんですけれども、うん、創業はどれくらいなんですか。まあ、あの黒川クリーニングの歴史といいますと、はい、創業は昭和27年、昭和27年9月にですね、はい、春江町の日の出区というところで、はい、高級和服取扱い専門の、はい、洗濯屋として、はい、当時創業しました。まあ、1号店は福井市の松本の方にあるんですが、野村さんというお宅で取り次ぎ店をしていただいたんですが、はい、で今現在はですね、福井県と石川県で、はい、約200店舗、ちょっと、まあ、昭和の52年にですね、はい、福井市内にあのピアというショッピングセンターができたんですよ。そのあのピアオープンと同時に、はい、黒川クリーニングの工場付き店舗をピアショッピングセンター内に、開設したわけです。そうなんですね。そしてお客様がお買い物中にクリーニングが仕上がるというふうに、まあ、スピードクリーニングのサービスを行ってました。はいはいはい、まあ、それがもう全国で初めての試みなんです、はいはいはい、当時はね。ちなみにこのクリーニング業をやって大変だったこととかってあるんですか。まあ、あのお預かりの時にね、はい、トラブルを防ぐために工場で洗う前にもう一度洗う前に検品をしてるんです。ちなみにその検品するところを今見せてもらうことってできますかね。あ、よろしいですよ。あ、いいですか。と、ね、なかなか見れないよ。まあ、そうね、なかなか見れないところだからね。とこちらが検品する場所ですか。はい、そうなりますね。例えばこのボールペンだと、はい、検品なしに、検品せずにそのまま洗ってしまい、はい、ボールペンを混入させたまま洗ってしまうと、はい、例えばその中のインクがこぼれて、はい、商品に付着してしまったりとかしてしまうんですね。プライベートで普通にやっちゃうもん。やるよね、それね。もともとあったなかったみたいな、クレームならないようにってことですね。他にも例えば、お客様の、USB だとか、名刺だとか、はいはいはい、個人情報になります、はいはいはい、そういうものを、事前にチェックして、はい、なるべくお返ししています、はい、でもその実際にその、ね、検品やってるところもね、ちょっと見てみたい。あ、そうですね、はい、ちょ、そのジャケットちょっと汚れてなかったいや、もうあの人間が汚れてますんで。誰が人間が汚れてるいや、まあ、確かにジャケットも汚れますね。そうなんです、僕これね、買ってから洗ってないかもしれない。これちょっと出してないの。出してない。わー、そう、そう、離れすぎてじゃあちょっとこれ、これ洗ってみてもいいですか。はい、洗いましょう。もうごと洗っていいですよ。ごとってなんだ。なんで俺ごとなの。じゃあちょっとこれお願いします。お願いします。よろしくお願いします。洗ってください。はい、では実際にね、この僕らが着ていた服をちょっと検品していただきましょう。着替えました。はい、襟の確認をします。襟の確認。襟の確認、はい、襟はよくあの汚れがひどかったりとか、はい、あ、はいはいはい、あの擦れて生地が薄くなっていたりすることがあるので、はいはいはい、そこの傷を確認します、はい、ボタンの、はい、ボタン有無ですね、はい、ボタンついてるかどうかですね、はい、その次に、ポケットの確認を押して、はいはい、まず、あ、さっき言ったばっかでしょすいません、
入れっぱなしで本当に申し訳ない、反省しなさい。で次は、はい、脇とかも、はい、脇よくあの破れてることがありますので、脇の破れ、お脇の、はい、点検もします、はい、全体的に、はい、汚れとか、ダメージがないかを確認します、はい、で次は、これベルトは検品のなんかあれになるんですか、はい、ベルトは、商品が送られてくるときに基本ついてないの で、はい、でたまに、商品と一体して、はい、付属しているあれも、取りようがないので、はい、こういった器具を、用いまして、なるほどなるほど、挟んで、守るってことですか、保護したりします。あなるほど、そんなあるんだ。あジャケット、はいはい、ジャケットも、ボタンの有無をします、はい、これは、ボタンはもともとそうなんです、もともと着てる時に取れちゃって、あ紛失しちゃって、なるほどなるほど、はい、これはもともとないやつです。なるほどなるほど。で次、ポケットの、ポケットの別の、あれ確認、あれ、あ、すごい、ビスケット入れてたかな、ポケットの中に。なんでビスケットの、いや、全然違うじゃん。おい、ボールペン、ボールペンっすね、ボールペン、まあまあボールペンね。じゃあ、これはごめん、うまい言い訳が出てこん、うるせえな。第1位でしょ、これ一番入ってるって言ってた。そっか、あもうすごすぎてスゴロック言うの忘れるな。もういい、いい、ずっと言っておけばいいです。あそう、でシャツの検品、でシャツを検品するときにはこういう、はい、あの襟のボタンが止まったまま、はいはいはい、こちらに届くことがあるんですけど、はい、こういうときは引っかかって自己品につながってしまいますので、ボタンを外してボタンの有無の確認をします。そうなんだ、へえ。で分けた後はもう実際にその、そうですね、洗いの工程に入ります。洗いの行くんですね。じゃあね、その洗うところもね、そうだね、見て、もう、見せてもらうことってできるんですか。可能です。可能です。もう何でもかんでも、もういい、ありがたい、いいね、ありがたいですよ。黒川さんいいね、本当にありがとうございます、はい、じゃあそのね、早速その洗いをちょっと見せていただきたいと思いますので、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、それではここではですね、はい、実際に洗うところを見せていただけるということで、ね、はい、こんなとこ入ったことないよね。ちょっとすごいね、いろんな機械ありますけれども、ちょっと見せてもらってよろしいですか。はいはい、ありがとうございます。洗剤を、あ、もう直接入れるんですね。はい、そうです。粉末と液体、わ、いっぱいあるね。そう、あ、いっぱいあるね。 あれだ、色で分けてるから。なるほどなるほど、だから相田さんのシャツはないんだね。うわー、けどこれ同じ似たようなやつで、はい、これがこの人とかって分かるんですか。このシャツがこの人っていう、はい、これはシャツに一点タグがついてるので、ああそこにタグついてるんですね。そうですそうです、はいはいはい、タグがついてますので、あ、なるほど、これでお店とお客様の番号っていう形で分かります、はい、あ、なるほどなるほど。ちなみにその最初に入れた洗剤あるじゃないですか、はいはい、あれってなんか特別な洗剤使ったりしてるんですか。これはですね、うち地元に日華化学さんがあるんですけども、はい、そことですね、約月に1回そういう研究開発してるんです、はい、あ、どんどん進化してるってことですか、その洗剤が。そうですね、そうですね、じゃあもう黒川さんと日華化学さんの共同開発の洗剤、はい、洗剤、はい、ちなみに洋服だけなんですか、そのクリーニングやってるっていうのは。いや、洋服って言いますか、まあ、ワイシャツとか背広とかいろいろありますけども、はい、今ここ2年ほど前からですね、はい、スニーカーの洗い、普通のクリーニングですか。普通、クリーニングじゃない、やっぱ服っていうイメージありますけど、うん、スニーカーが普通の、そうですそうです、普通の中の匂い、あ、匂い、あ、確かにそうですね、あれが、はい、ね、なるほどなるほど、何とも言えない、そうですよね、外見は綺麗でも中の匂いが、はい、だからそういう消臭効果もあるというので出される、
うちの相方の靴だから、それって見せてもらうこともできるんですか？あ、できます。あら、本当ですか？はいはい、あら今日は実際もう、本当に今日な全部なんか見せてくれる至れり尽くせりですね。わがまま言っちゃいます、すみません。企業秘密なんですけど、あ、いいですか？いいですか？ありがとうございます。じゃあ、すみません、そちらもぜひね、見せていただきます。はい、お願いいたします。お願いします。いやー、楽しみやね。ここはスニーカーのクリーニングをちょっとどのようにやってるか見せていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。スニーカーは、はい、通常に洗う商品と、はい、特殊な商品があります。おお、はい、特殊な、はい、商品というのは、まあ、こういった商品ですね、はい、こういうのようにプリントがついてる商品とか、プリント、はい、こういう、ね、がついてる商品とかがございます。エナメル質な、うん、まあ、ちょっとこういったブランドですね。あ、ブランドもない。なるほど、なるほど。とかいうブランドになります。はい、ちょっと丁寧に洗わないと、ちょっと型崩れしたりする恐れがありますので、はい、こちらの商品はちょっと手洗いの方をさせていただいております。なるほど、手洗いで。はい。はい、じゃあ、ちょっと実際にその手洗いどのようなものか、見せていただいてよろしいですか？はい、お願いします。はい、これは、たわしっていうんですか、これ。これは、はい、業界用ではササラ。ササラ、はい、竹でできています、はいはい、で握り方によって、はい、弱くも使えますし、はい、強くも使えるようになってます。あ、なるほどなるほど。これ多い時で1日何足ぐらいやったことあります？多い時で、あ、これ特殊商品に関してはやっぱり20足とか、はい、20、はい、多い時ですとね。多い、大変だな。うわ、すごい。いや、だいぶ落ちてるよ。全然違うわ、やっぱり。うわ、すごいな。やっぱ洗剤も特殊な洗剤使って、もうササラにスゴロックを差し上げよう。ササラな、ササラでスゴロック、はい、いや、もちろんここは、こっちは、ここは、はい、筒の方に、あ、筒木、あ、そうですね、靴の奥まで、ですね、はい、これはまあ普通の水なんですかね。そうです、はい、なるほど。で、段階を落ちて洗剤分を落としまして、はい、洗剤をここで落として、はい、まあ、第一の筒に、はい、で第2の筒に、なるほど、全然違うもんね、最初と、うん、で、これ最後ですね。もう一度筒にをしまして、はい、第3の綺麗なお水で筒に終わった商品を脱出しまして、はい、あとはこの乾燥機の方に、これが乾燥機、はい、で、これは、はい、空気の力で乾燥してですね、はい、でどうしても靴と言いますと、熱風でやりますと、収縮したりする恐れがありますので、はい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 、送風で乾かしております。大体ここで何分ぐらい乾燥させる？丸1日。丸1日、まあ、すぐ乾かないですもんね、はい、熱風だったらすぐ乾くけど、やっぱりそうしたら縮んじゃう可能性が。丁寧、すごい。いや、田中さんにスゴロックを差し上げる。いや、すごい、すごい。はい、ではここはですね、はい、一体何をするところなんでしょうか？はい、一応これ今洗い上がった商品ですね、はい、まあ、これ僕が着てたのジャケットですね。もう洗い終わったね、早いで、乾いて早い、うん、で洗い上がっても洗いだけでは取れない、はい、シミがあるんですね。はいはいはい、なるほど。それは一点一点このシミ抜きのところで、はい、シミ抜きの場所でシミを取って仕上げラインに流すと、はい、ここでシミ抜きをするんです。そうです、そうです。シミ抜きの場所なんですね、ここは。はいはいはい。でも僕のジャケットそんなにシミとかないです。そうなんですね、これ。いやこれね、多分よく探したらね、シミありますよ。あんの、シミ、はい、相田さんだもん。だってどういうこと？相田さんだからさ。いや、ちょっと待って待って、何してんの？え、何してんの？シミ探してる。いや、シミ探してるんじゃなくて、違う、なんか書いてる。なんでだろう。なんだ、なんでだろう。ああ、ごめん、相田さん、これ、はい、撮る方法を教えるので、はい、自分で一回やってみてください。はい、自分でやる、はい。俺がつけたんじゃないのに。はい、この線の上で。線の上で。はい、そう、揉み込むように。へぇ、ほい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 。こんな感じですね。そう。こんな感じですか。はい、水、この上に押さえて、ここを押すと水が出ますので、はい、こんな水か。強く押さないで。強く押すとダメなんだ。軽く乗せる感じ。はい、
え、これ取れてるんですか。なんか今濡れてるからよくわかんないね。これはあの一番最初にやった洗剤にやっぱり洗剤がその染み抜き剤。染み抜き剤です。染み抜き剤。これ今書いていただいたのがボールペンなので、はい、ボールペンを取る剤です。ボールペン用なんですか。まあ用って言いますか、ね、油性って言いますか、ね、はい、そういうボールペンとかマジックとかそういうものです。え、もう本当にない。あら、小田さんよかったね。いや、よかったねじゃない、うん、お前のせいだからね。え、いやもう、はい、シミ抜きこれはスゴロックでしょ。スゴロックね。あ、じゃあもうあとこの後も仕上げです。仕上げで。はい。はい。はい、じゃあ仕上げの方も。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。はい。じゃあここではですね、仕上げについてちょっと見せてもらいましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まずなんですけど、そのこのクロコアクリーニングさんで仕上げのこだわりっていうのはどういったものがあるんですか。はい。まずワイシャツのこだわりですが、はい、洗うことによって縮んだ襟やハフスをプレスすることによってきちんと伸ばしています。おー、なるほど。そこ重要ですからね。そうやね、きちんと伸ばすには。これはどういった流れで行われてるんですか。まずこちらの機械で襟とハフスをプレスします。襟とハフスをプレス、はいはい、その後にスリーブ、袖ですね、袖のプレスを行って、はい、最後にボディープレスを行います。あ、ボディープレス、はい、で、あれですね、この中にさっき僕のワイシャツがあるでしょ。そうなんです。この中にあるんですか。それこれです。お、あ、これ、あ、これか。ちゃんと分けられてた。ありがとうございます。ちゃんと分かりやすいようにね。久しぶりだね。そんなに。で、これが今から下がるんですよね。はい、そうです。あ、よかった。そう、まだ湿ってるから、うん、お願いします、はい、はいはいはい、お、ボタンで、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、あ、なるほどね。あ、今、あ、これで今やられてるの。あ、今、あ、1回で2枚できるんですね。そうです、2枚できるんですね。お、うわ、すごいパリパリしてる。次は袖に行きます。うわー、すごいすごい、なんか、ストレッチしてるみたいやな。こう背中の後ろにこう手伸ばしてで、これでプレス。うわー、うわー、すごい、きれい。これが終わったで、あ、最後ボディープレス。そうね、ボディープレスね。生まれ変わった私のワイシャツちゃんが今仕上がりました。お、ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もうパリッパリじゃない。あ、すごい。あ、よくあるクリーニング出したな、それ。透明なの止めてもらえるやつね。へえ、持っても大丈夫ですか。大丈夫です。 あったかい、あったかい、あったかい、あったかい。あ、でもすごい綺麗じゃない。あ、匂いもすごいいい匂いする。むっちゃいい匂いする。そうそう、あ、ほんと、むっちゃいい匂いする。マスク越してもすごいくる。あ、ありがとうございます。これが黒川さんの技術や。よかったな、こんな綺麗にね。これが黒川さんの技術ですよ。スゴロックですよ、これが。スゴロックです、これ。さあ、僕らのね、服が綺麗になりました。いや、マジでよかったね。全然肌触り違う。すごいよね。で、いい匂いもするし。そう、いい匂いするのよ。すごい ね。これでね、はい、来週から綺麗なカリマンタン見れますね。綺麗なカリマンタンが。そうね。まあ、ちなみにその僕が仕上がった後はこういう風にね。そうですね。袋に包まれて、包装されて、はい、並ばれると。これはね、もう普段から見てるから。そうそうそう、いや、だから中ね、どういう風にやってるか。すごかったね。知れてよかったよ。ちょっとこれからね、クリーニング出すにまた気持ちも変わると思います。そうそうそう、はい、で、もう冬もちょっと入れようかなって。あ、そうだね。今日この後早速行こう、うん、というわけでね、次回もね、堺井のすごいものをいろいろ起こしていきますので、はい、次回も堺井編のすごいものに、すごろっく、また見てやってー、カニビーズだー。